どうもこんにちは、速稼塾の久保です。暗号通貨ニュース、今日は体に絞ってねお話したいと思います。というのが1時間ほど前ですね、今1月11日朝6時半なんですけども、1時間ほど前にツイッターからチャールズ・ホスキンソンさんがニュースを出されました。まあ、ここに書いてますようにね、体のが年内に200円に行くよってことではありませんから、それは間違いなく。これはですね、別の YouTuber さんで、そのアンゴローさんというね、暗号通貨にいろいろと卓越した方がいらっしゃるんですけども、その方の最新の動画が、年内で体のが200円超えるんじゃないかを検証していきますみたいな動画があったんで、そちらの方をね、紹介しようと思って、このタイトルとして、体の年内200円というタイトルをつけております。で、問題はですね、このチャールズ・ホスキンソンさんがいろいろ喋りながら、このヒアリングが私できませんので、何を言ってるのか、これからゆっくりと吟味していくことになるんですけども、その左上の方にね、QR コードがあるでしょ。QR コード。この、まあ、ちょっと指させませんけども。この辺ですか。向こうの方にね、あるでしょ。で、QR コードを取っていくと何が出てくるかってことなんですけども、ちょっとね、これをご覧いただきたいと思います。こちらですね。はい。私の顔がちょっと被っちゃったんで、これを小さくしますね。このぐらいでいいでしょう。はい。これは、Google の自動翻訳で鳴らしたものですけども、先ほどの QR コードを取ると、その QR コードをちょっと動画概要欄につけておきますけどね。このような画面が広がってきます。すべての人にとって世界がよりよく機能するようにするというね、当初、この体のエーダが始まった時の理念そのものですけども、期間限定のプロモーション、オファーを通じてエーダコミュニティに参加すると、エーダ初期投資を2倍にすることができますと書いてますね。まあ、いろいろ書いてますけども、これ本当に信用していいのかどうかってことはわかりませんのでね、チャールズ・ホスキンソンが喋っていて QR コードがついていたけども、QR コードは全く関係のない人に飛んでいくってことも考えながら、焦らないようにしてくださいね。すべてを疑っていかないと簡単に盗まれますからね。それこそね、体のエーダを格納したまんま、パソコンのハードディスクの修理とか出すでしょう。その修理屋さんが何食わぬ顔で盗むこともあり得ますんでね。ご用心くださいね。本当にね、疑わないといけないのは悲しいことなんですけども、でも自己防衛っていう意味で、あらゆるものを疑っていきましょう。そのぐらい、まあお金っていうのはね、人の心を惑わします。特に体のエーダって、プレセールで買った方の体のエーダって少なくとも数千万とか億っていう金額に関わってきますから、リスクを負うだけの価値があるっていうふうに、悪い考えをね、持った人からは思わせるんですよね。はい。まあ、その余計なことだったんですけども、参加するをね、いきなり押さないようにしてくださいってことが言いたかったわけです。いろいろと、アンバサダーの方とか、体のエーダに詳しい人とか、そのコミュニティとかに問い合わせをした上で、自己判断してくださいね。常に新しいアクションを起こすときには全部なくなるかもしれないっていうリスク。これをね、認識することが大事です。利点、体のはグローバルシステムへの信頼を回復し、科学を通じて個人が取引や交換を行うためにより、安全で透明性があり、持続可能な基盤を構築し、システムを管理し、企業は成長することを可能にしますとかね、いろいろ書いてますよね。とりあえず一通りずっと読んでいきましょうよ。ね。ここで読むとちょっと長くなりますし、私のね、言葉ももつれちゃいますんで言いませんけども。プレゼント。私たちは BTC、イーサ、エーダ、USDT が世界をより好変すると信じています。暗号通貨の大量採用プロセスを加速するために全ての暗号通貨保有者に、1000BTC、1万イーサ、体のエーダ、USDT のプレゼントを実施することにしました。参加できるのは1回だけですって書いてるでしょ。参加するには何とかかんとかって書いてるじゃないですか。これね、だから、手持ちの暗号通貨を送ったらプレゼントしますよっていう風に書いてるじゃないですか。だから信用できないんですよ。なんでなんやって話じゃないですか、これ。ね。なんですか、これ。これ送ったらアウトじゃないかと思いますよ。ね。だってこの体のエーダをね、例えばね、10万体のエーダ送りましたとか言って、これ、ね、何もなかったらどうするんですか、取られて終わりですよ。もうそのぐらいの警戒感が必要ですよ。これ、何ですかね。トランザクションここに紹介されてますけども、だからね、よくよくこういう情報を見ても飛びつかないことなんですよ。だから私はね、あ、これすごいですよ、皆さん参加しましょうって言わないでしょ。これですら警戒しましょうってことなんですよ。実際わかりませんからね、こんなのね。体の本部の方から何かリリースがあったらそっから直接取ればいい話であってね。チャールズ・ホスキンソンさんのトークに合わせて QR コードがある。それだけで信頼しちゃダメですよ。いくらでも、今はね、ごまかす方法ありますし、AI とかでね、チャールズ・ホスキンソンさんらしき人が喋ってるみたいなことも作れますんでね。もう全警戒でお願いします。そういうことが言いたくて今回の動画にさせてもらいました。それではね、動画概要欄に、
URL をつけとくのはやっぱりやめました。やめましたんで、興味ある方は、あちこち探っていってみてください。今回こういうのをね、ツイッターで私見つけたんですけども、QR コードをチェックして、だからといって、こんなのに参加したりとかをね、パパパッとやらないようには私は考えております。焦る必要はありません。十分体のは何もしないままでも、私たちの暮らしを豊かにしてくれますんでね、焦らないことだと思います。で、信用性が担保されたら、その時はまた動画上げさせてもらいます。それではお疲れ様です。